わりはここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう、秀之次。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。敵は何？ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
よが。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁山に栄えしよくやと、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。宵の冷めぬうちに。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。ここで何を。知れたことを。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がコロッカ、ようやく見つけたぞ。
俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。
よしよし。木を切るなら任せろだとよ。へえ。皆も戻ってきたみたいだ。何これ。言ったろムミオ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだよな、秀之助。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろ。
どうしたの？浮かない顔して。おーい、霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。いかぬでな。
けるだと。悪いな、この礼はきっちり返す。Ugh.